どうもこんにちは、作業療法士のミノです。今日は足腰を強化する2分間の運動を行っていきます。しっかり足腰を強化して元の日常生活が送れるようにですね、体を強くしていきましょう。運動の内容としては20秒間体を動かし続けます。2種目の運動を行って20秒休憩、これを2セット行って合計4種目の運動を行っていきましょう。で、最後の20秒はクールダウンを行っていきます。体を動かし続けるのはとっても大変だと思いますので、僕が皆さんをどんどん応援します。なので僕と一緒にですね、体作りを取り組んでいきましょう。2分間という短い時間ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、どんな運動なのか一緒にやってみましょう。では体を動かし続けていきましょう。20秒間測ります。まず足を大きく広げて、そしてつま先は外向けましょう。そして腰をぐーっと落とすことで内もも、内膝が鍛えられます。この時膝よりも足首が内側に入らないように、なるべくですね、一直線になるポーズでやってみてください。危なくなったら掴まれるものを用意していただいて、掴まりながらでも OK です。では内ももの運動20秒間いきます。用意スタート。はい、ではしっかりと腰を落としていきましょう。この内ももの筋肉はですね、日常生活でなかなか鍛えられてないところなので、しっかりと鍛えていきましょう。結構腰を落とすとですね、股関節が硬い方は痛いかもしれません。いけるところまでで OK です。さあ、20秒間頑張りましょう。しっかりと反復していきます。はい、OK、ストップしましょう。さあ、そのまま今度はぐーっと腰を落としてキープしましょう。では20秒間用意スタート。はい、ではこのままキープしましょう。内ももですね、ここをしっかり働かせ続けます。結構キープもですね、地味に疲れてくると思います。普段使ってない筋肉を動かすので、かなりじわじわ疲れてくると思います。皆さん一緒に頑張りましょう。さあ、20秒間、あともう少しですよ。頑張って。はい、OK。戻しましょう。さあ、20秒休憩しましょう。ちょっとこう、座っちゃったりすると、体が一気にだるくなっちゃうので、軽くこう足踏みとか、ちょっと意外とですね、動いてた方が血の巡りも良くなって、疲れづらくなりますから。さあ、こんな感じでですね、残りですね、2種目頑張っていきましょうね。さあ、皆さん呼吸を整えていただいて、よし、では、いきますよ。はい、続いての運動は、足をですね、横に広げます。横に広げていただいて、外ももを鍛えていきましょう。では、いきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりと横に広げていきます。これはですね、捕まらないとバランスが取りづらいと思うので、しっかりと、捕まりながらで OK。足をパタパタ横に開いていきましょう。そうすると横ももですね、横ももがしっかり鍛えられてきます。さあ、これも足が重くなってくると思います。頑張りましょう。さあ、もうちょっと、はい、 OK、 ストップしましょう。ではラストは反対側いきましょう。ではいきますよ。用意スタート。さあ、ラストです。頑張りましょう。外ももの筋肉がですね、よろけた時にパッととっさの一歩を出してくれる大事な筋肉なので、しっかりとこの筋肉も働かせていきましょう。さあ、足が重くなってきたと思います。皆さん頑張って、頑張りましょう。痛みがある場合は無理しなくていいです。さあ、もうちょっと、はい、 OK、 ストップしましょう。さあ、そしたら20秒間クールダウンしましょう。横ももを働かせたので、ちょっと横をトントントンと叩いてあげてください。しっかりとですね、筋肉働かせると一気に疲れると思います。叩いてね、筋肉をほぐしてあげましょう。さあ、内ももをね、鍛えたので、しっかり内側も鍛えたので、ほぐしていきましょう。はい、OK でーす。はい、では大きく深呼吸、吸って、吐きまーす。吸って、吐きまーす。さあ、呼吸整えて、最後もう一度吸って、吐きまーす。と。はい、OK でーす。では、こういう形で2分間しっかり体を動かし続けてですね、運動習慣を身につけていきましょう。皆さん、このようにですね、僕と一緒に体づくり、これからも頑張りましょう。それでは今日はこれで終わります。お疲れ様でした。